はい、戦場で学べということだったんですけども、速稼塾の中にもこういう考え方があります。実行が最大の準備、そして唯一の準備ということなんですよそう、実行すること自体がもう準備なんだよってことなんですよね。だから準備のための準備って言ったらまた変な言い方になっちゃいますけども、何かをしようとするときになんかね、整えたりとか準備してますとかね、今度9月からやろうと思いますとか言いますけども、いや9月からやろうと思うんだったら今日からやったらいいんじゃないですかってことなんですよ。まあ動画にしてもそうなんですけども、まあ私はね昔その、地域のアイドルさんを支援するようなね、そんなステージを作っていたんですけども、もちろん動画の方もたくさん作りましたけども、その中でね練習風景っていう動画をボーナストラックにして、CD 化 CDR 化して販売するとこれが売れるんですよね。ステージで出ているところももちろん皆さんねこう楽しんでいただけるんですけども、プロモーションビデオを作った裏側とか NG シーンですよね、そういったのですら使えるんですよ。そう、昔ジャッキーチェーンとか NG シーンっていうのが最後ねスタッフロールの時にかぶさってやっていたんですけども、あれもなかなか面白くってね、 NG のその尺を全てまたコンテンツ化していくって感じですか。でこの前でしたらね、私もまたトランザムに乗っててまたね同じ話になっちゃいますけども、エンジンが止まったとかね、もうアクセルが吹かせられないとか、ね、もう車が動きません、レッカー呼んじゃいましたっていうようなね、いわゆる失敗シーンも動画で上げると再生数が稼げるというね。でそこからお問い合わせをいただいて、こういう風にした方がいいんじゃないの、ここが問題じゃないのっていう風なアドバイスいただくみたいなこともあってね。だからねもはやねコンテンツができないものは何もないんですよ。吉谷さんなんて寝てるところまで映してましたけども、確かにね人が寝てるところって見たいなっていう、そんなニーズもあるんですよ。寝言を言ってるかもしれないし、歯ぎしり言ってるかも、寝返り打ってるかもしれないと。例えばそのアイドルさんの寝起きのシリーズって昔ありましたよね。あれは完全にやらせなんですけども、本当に何の予告もなく寝ている、女の子とかをずっと隠し撮りしたものとかっていうのは、ちょっと犯罪になっちゃいますけども、もしかしたら見たいっていうニュースがあるかもしれないですよね。ですから、例えばねタレントさんを雇って、で今日から3日間寝てるところを撮るかもしれないんで、そういうつもりで寝てくださいねみたいな契約をして、ずっとカメラ回すみたいなこともね、もしかしたらあるかもしれないですよね。そしたらそういうところにもまたニーズがあるのかもしれませんし、男性なら男性でこの筋トレをするところの裏側とかね、体を作っているところで、裏で何をしてるのかなみたいな、どんな生活スタイルを送ってるのかなとかね、そういったところも興味をそそるものかなと思います。ですので私は思いますけども、準備っていう言葉でごまかして何もやらないことをね肯定しないでほしいなと思うんですよ。その準備そのものだって実行になるし、言ってみればね、今日実行することっていうのも次に実行する時の準備であるんですよ。全てはテストなんですよね。今日の時点でどうだったかなってことを織り込んで次回に生かしていくってことの連続になっていくと思うんですよ。逆に言えば私は今日もアフィリエイトをね、例えばやるとしたら、2013年に一番最初にやった自己アフィリエイトのその実績が元になって、その行動が元になって今日にも影響を与えるってことですから、だからいつ始めるかなっていうのが、いつまでできるかなっていうのにもかなりね、強いインパクトを与えると思うんですよ。さあ、それでは何もしない方、5年経って10年経って何もしないっていうインパクトが、もっと何もしないっていうインパクトを与えるんじゃないかなと思ったら、ちょっと怖くないですかって話でございました。それでは以上でございます。失礼します。